本日のラストソングは台湾への返礼の歌として作曲されました歌でございます。これからもありがとう。実は、この詩を書いてくれた小野陸君は東日本大震災の後九州から宮城県に何度も足を運んで復興を祈る歌、被災地を励ます歌を作詞してくれました。しかし一昨年の3月38歳の若さで病に倒れ帰らぬ人となってしまいました。元気でいればここにいたはずですが、今日は代わりにご両親様が熊本からおいでです。ご両親様お立ちいただけますか。あちらですね。ありがとうございます。今日のステージは忘れないの一言に集約されます。あの日のことを忘れない、ふるさとに生きていた人たちのことを忘れない、そして感謝の思いを忘れない。とりわけ台湾の皆様から賜った体温を決して忘れてはいけないと、今ここでラストソングを聴きながら私たちの胸に刻みたいと思います。空の高みに届くように、海の向こうに届くように、5年に及ぶ万感の思いを込めて歌っていただきましょう。演奏は今日の日のために結成されたかささぎの星合唱団、宮城観音のオーケストラ、ソロパートおこと役の沢村翔子、それから三沢光雄役の石井元基、指揮佐藤純一でお送りいたします。お聴きください。これからもありがとう。
言葉はこれからもありがとう。またお会いしましょう。